後でまた他の SNS にも配信終わった後載せます。ツイッター、ツイッター、インスタ載せます。人の指示は寝ない感じ。いやさすがに寝る、いやさすがに寝るよやばいでしょ起きてたら持たないよ。明日のこれじゃないわスケジュール明日。さすがに寝るよ。明日も朝は7時からね。朝はねそうだね全部7時からやる予定。お昼の配信の2回ですね。お昼、うん、まあ、ギリお昼ってくらいかな。2回目、14時半から3時、ギリうん、ありがとうございます桜餅、ありがとう。桜餅もポイントに入るみたいな、ありがとうございます。スケジュールの最大の問題点は我々がお昼寝できる時間がないみんなもしてたのお昼寝、みんなも実はお昼寝してたの面白すぎるでしょしてる当然一緒の時間にしてるの面白すぎる。ずっと仕事、あ、仕事してる方もいる。偉いね、仕事。偉い。だってそういうスケジュールだもん。お昼寝公演のスケジュールそうだね確かにね明日はね、そうね明日は明日3時間半ぐらいしか開かないからね。3時間半空いて3時間あとの韓国はごめんね、みんな寝る時間少なくなっちゃうわごめんお昼寝できる時間が少なくなっちゃう今日はね結構空いてたの、今日は5時間ぐらいね空いてたんです面白い、みんなも一緒にしてたのかお昼ね。でも明日はこれだから、明日はこれだけど明後日からはこっちに戻る予定だからお昼寝の時間が復活するむかみ再用して、確かにそっちの方がねいいよね、新しく髪使わなくていいんだけど、これ取ったらさテープがさ、テープ綺麗に剥がれるかな、もう急に剥がれたらさ左右できるんだけど、急に剥がれなかったらダメだね、僕が書かないと。明日はスケジュールが違う、さっき書いたの、さっきの合間で書いといたから明日のスケジュール。21時半からの配信欲しい週です。21時半、そうだね多分、ん21時半、あ、えこっち
した21時台は21時15分とね、間違ってる、私が見つってた、書き直そう、ミスってるじゃん私。何と間違えたんだ。これ15分の配信だなと思って書いちゃったのかな。いや私はミスってるわこれ。嘘、合ってる、ごめん。15分の配信は欲しいし、間違えた、21時15分って書いてある、間違えちゃった、書いとこ、配信終わったらすぐ書こうかな、ここだけね。あとは間違ってないよね。7時から7時半、11時、11時半、合ってる、これ10時半から3時、11時から11時半、合ってる、これだけかな間違ったら。25、55、合ってるね、これ間違ってるわいや15分多く配信してるやんこれしようとしてた違いますね、ファンの方が言ってる方が正しい、30分からですあとついちゃいそうだ。よかった気づいて危な、明日気づいて、貼って気づくとこだった。絶対でも自分で貼った段階じゃ気づかないだろうな、ファンの人に言われて気づくパターンだったろうな、危な、ありがとう後で書き直そう。え、何時だろうね、本当に何時、21時15分で起こっちゃったね、今日これも30分なのに、ね、普通に間違えてるわあぶない。うん、あでも7になっちゃってる、下がっちゃった、桜降ってる、ありがとう気づいてよかった、本当にそう、危な、これで合ってると思ってたもん。で今はこっちのさ、この紙とさ、こうなんかこっちに書いといてさ、見比べて、え違うなと思って、それで気づいた、私これ見ながら書いたのにさ普通に間違ってる、ね、怖い自分。お母さんって腕時計持ってる、腕時計は持ってるけどつけないな、あんまつけない。なんか最近メンバーでアップルウォッチあるじゃん、こう腕時計型のやつ持ってるメンバー多くて、ひなこも持ってたから、それいいのって聞いたのね。そうなんか持ってるメンバー多いからすごいいいんだと思って聞いてみたら、んーこれあんま使い方分かってないんだよねって言っててひなこはちょっとあんまり分かってなかったなんか LINE とかなんかそういうのが来たらパッて見れるぐらいかなみたいな、あとはなんか改札通るときにこう通りやすいぐらいかなみたいなこと言って、あんまり分かってなかったひなこはだからそれ聞いて、あなんかアプローチいいのかなって思ってたんだけど、じゃあそこまでなのかって思っちゃっただから分かんない、うん
でも確かにさ、これさ、駅の改札取るときはすごい楽だなとは思うけど、そのピッてさ腕こう近づけたらさすぐ行けるじゃん。スイカ？ってたら。なんだけどさ、普通だからさ、ひなこがさその風に言ってるからさ、他のメンバーがなんかその使いやすいとかも聞いてないからわかんないんだけど、そうだからそれだけだね、それだけのためにさアプローチ買うのもなと。うん、アプローチ使ってるいいじゃないかと思って。いやね、結構いるよ、結構。カレンちゃんとかゆいゆいとかひーちゃんとか結構いる。そう、でもそう、ひなこがそうやって言うからさ、なんかそう、なんかあんまりなんか使い道分かってないからさ、ひなこはもっとさいい使い方あんのかもしれないけど、そう分かんない。ハツも余裕使って、あ、ハツも持ってるんだ。アプローチつけてると時間が見れる、そういう、知らんけど、アプローチつけてそう時間は見れるアップルウォッチ、そうウォッチって言うと時計だからさ、腕時計型のやつだねと時間見れる、面白い時間見れる。だからそれ聞いて、そのひなこのやつ聞いて、なんかすごいいいのかなって思ってた、なんかいいんだったら欲しいなと思ってたんだけど、そのそうやって聞くから、うん、じゃあ別にいいかなって思っちゃった。ウォーキングする人とかもいいかも。あ、ウォーキングする人とか、あ、確かに。こう一回一回携帯出さなくていい。でもキコちゃん散歩、あ、私散歩しないんですよ。じゃああまりか、私買ってもそんなって感じ。私散歩しないか確かに携帯だけでしょ。そう、なんか持ってるメンバー結構多かったからよく見てたから、すごいいいんだと思ってたんだけど、ひなこは使いこなせてなかったね。なんていうの、使いこなせてない、なんだろうな、あのなんかなんていうん要するに使ってるのは使ってるんだけど、まあ、すぐね通知とか見れるのはいいって言ってたけど、なんかあってもなくてもみたいな感じで言ってたあってもなくてもみたいな感じで、そうそう、面白かったな。なんか他に誰だっけな、誰かメモ見て近くにそれ話してる時に、え、じゃあなんで買ったんみたいなことを言った記憶がある会話してた記憶があるえ、本当にそれ思うみたいなこと言ってたような気がする、結構前だから忘れちゃったけどそうなんかひなこもその周りの人がつけてるの見ていいんだと思って買ったらしい。そうだ、あんまり分からずに多分買った、ひなこは絶対そう、絶対そうだよひなこは絶対そう、あんまりこう調べたりせずに絶対買ったかなと。そうってえ、それっていいのって聞いたら、そうあれだと思う、
なんかあれかなみたいな、そのレッスン中とかさ、フリーレの時とかってさ、携帯持たないからさ、自分のこう上でアプローチつけてるから、腕につけてるから、その LINE の通知とかこう早く見れる、見れたりとかは便利かなとは言ってた時間とか見れるのはそんな感じそう、あってもなくても的な感じで言ってた。携帯で、普通に携帯だけでよくないみたいな感じのこと言ってたような気がする。立ち見ても編集でき、あ、編集できないんだ、知らなかった。そうひなこにしか聞いてないから分かんないんだけど、他のメンバーに聞いたらちょっともっと違う、これいいよみたいな感じだったかもしれないけど、ひなこに聞いたらそんな感じだった。うん、まあみたいな感じだったあ、別にいいみたいな、買わなくてもってなるような、ぐらい買わなくても、それなら買わなくてもいいかって思っちゃうような感じなんださっきもじゃん、現時点でアプリで撮ってほしいと思って、もう私はもういいかなって思っちゃった。なんか周りのメンバーが持ってた時はすごいいいのかなって思って、いいならこうなんていうの、買ったら便利かなって思ってたけど、それひなこに聞いてみて、あ、そんな感じならまあいっかって思っちゃったいいやと思った。プロイチよりプレステ出た、プレステ出たよ、プレステ。え、迷ってるな、迷ってるんだよね。まあでもこのイベントが終わってから考えるよ。イベントが終わって、チームゲームの千秋楽が終わってから終わってから考えるよ、買うか。え、確かにありなんだけどね。でも今さ、どうせさ抽選販売だからさ、買えるか分かんないしね、買えるか分かんないしね、うん、分かんないし、プレステね。いや気になるんだよ、そのなんかさ、そのテレビでエーペックスできるのすごいいいなって思うけど、でもエーペックスのためだけに買うっていうのはさ、なんだろうな、そこまでし買うってなれなくて、そのスイッチ持ってるから、スイッチでできるから、そうどうしようと思ってる。大画面、え、ね、大画面いいよね、わかる。いやさ、テレビでさ、もうなんかずっとね、無音だけどずっとつけてて、今今日夕方ぐらいからずっとつけてるんですよ。配信が、配信してない時に音つけて、あの Apex の何配信をずっと見てて、いやテレビでやるのいいなと思うんだけど、思うんだけどね、みんなさこういいよって言ってくるからさ、誰もさ、いやプレステは別にいいよみたいな、別に買わなくていいよみたいな人がいないからさ、ね、買いたくなっちゃうよね買いたくなっちゃう。でも分かる、え、ほんとスイッチ、そスイッチ普通のスイッチじゃなくってさ、あのスイッチライトでするのすごい難しいでしょってめっちゃ言われるのね。え、なんか前までは本当に分かんなかったんだけど、それでしかしたことがなかったから、なんか YouTube とかでも見たことなかったし、それ分かんなかったんだけど、そう YouTube をテレビでこう見ていて、もう全然やっぱ違うなと思っちゃって、これ見た後に自分のスイッチでやった時の画面の小ささにびっくりする画面ちっちゃってなる、やるぞろって敵全然見えんやんってなる。なんか操作もあれだね、なんか最初はさずっとさスイッチライト、普通ライトでこうプロコンとか使わずにずっとやってたんだけど、で妹のプロコンを借りてやったのね。最初はさ全然慣れてなくて逆に難しくってさあれだったんだけど、
そのプロコンでずっとやってた後に普通にスイッチライトでやったらめっちゃやりづらと思って動かしづらくて、いやびっくりした。 そんなことないでしょそこまででしょって、なんかやりづらいかもだけどだそこまででしょと思ってたら普通にやりづらい。そう、ねね、買いたくなっちゃうんだけどプレスで。今さあの YouTube とかで見てる人たちはあの PC ゲーミング PC でやってる人たちなんだけど、そうでもやっぱ大きい画面いいなと思うね大きい画面普通にいいよね。で迷うよ、だってさプレステもさそんなに安くはないからさ PC に比べれば安いけど即決できない、もともと優柔不断だし感じないって聞いて驚いた。そんなプロコンじゃない。もうプロコンプロコン返しちゃった妹に。もう今はねプロコン使ってない。最近はやってないけど。もう最近はエイペックスもやってない。とりあえずはめっちゃしたいけど一瞬しようかなとか思ったけど、合間に配信の合間にいやでもと思って。とりあえずは稽古演が終わるまではやらない。あと2週間ぐらいは。1週間半か思った。えでも最近ずっとやってないからあと1週間半はやんない。やりたいけどペペ二十歳の誕生日にだいぶ先なんだよな。私誕生日11月なんですよ。今3月だよそうだね7ヶ月半はあるね半もないかな。7ヶ月ちょいある。だいぶ先なんだよな。ねえプレステ欲しくなっちゃう話してたら。でもさ絶対にさプレステ買おうとしたらさなんか2つあるじゃん。この間昨日か昨日言ってたさ、さダウンロードしかできないやつとさソフト買って普通に買ってするやつできるやつ DVD のソフト DVD だっけ、なんかソフト買ってするやつ。でも どうせ買うなら絶対さその標準のやつ、標準だっけ、なんかねそっちのやつの方が絶対いいよね。ねプレステ買ってさ Apex だけも絶対つまんないよね。えどうせ買うならね、いや買うか分かんないけど買うか分かんないんだけど買うんだとしたらってこと買うか分かんないよ。買うかまだ決めてないからさ。そう迷ってる、ね、でもどうせ買うんだったらそっちかなと思ってる。高いけどそっちの方が1万ぐらい高いんだけど、高いんだけどさね、エイペックスだけつまんないじゃん。絶対に飽きるからいつかは。えもう45分早っ。そんな喋ってた私。じゃあランキング13位から読みますね。13位、香港の春マットマーク強化推しさんありがとうございます。12位、のりぴーさんありがとうございます。11位、 WY アットマーク影の守護神さんありがとうございます。10位としのりさんありがとうございます。9位にゃーこさんありがとうございます。8位ジョークスノーさんありがとうございます。7位かっこくりおたまきぴぴぴょんちアットマーク今日からやたおいさんありがとうございます。6位リックさんありがとうございます。5位ラボーナさんありがとうございます。4位うどさんありがとうございます。3位カズさんありがとうございます。2位トッシーベビースターマンさんありがとうございます。そして1位がグランツさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。じゃあ配信が切れるまでよし、明日も朝は7時からですね。朝の2枠はこれです。合ってる、さっき合ってたよね確認して。うん
朝の2枠はこれ。ちょっと間違ってたからさ、これ後で書き直そう。ですね。やば、あともうちょっとだ、3分ぐらい。あ、差が縮まってる、ありがとう。あともう少しだ。一晩考えてほしいものはもう買った方がいい。いや、いやとりあえずは稽古公演が終わるまでは買わない。いや買えるか分かんないけど、いや買うかも分かんないけど、そもそも買わない。うん、買うか、終わったら決める、考える、決める。うん、買うか買わないかを。自動で、そう自動で切れる。いや買いたくなっちゃうな、もう話してたら買いたくなっちゃうんだよな。いや普通に大きい画面でエフェクスしたいのよ。でもね、えどうしようかなみたいな、別にスイッチでもできるしなみたいな思うんだよね。どうしよう。でもどうしようって聞いてもさ、絶対あれだよね、みんな買えないわって言うもんね。絶対買わない方がいいよって言う人だっていないもんだって。いないもんだって、みんな買えないわっていう。ね、生活が楽しくね、どん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 インドアになってしまう。あ、明日の配信はね、ちょっとチーク菓子作ろうかな。お昼の10時半とかの配信で、10時半、そうだね、11時はちょっと、ああどうしよう、10時半、あお昼ご飯食べた後になっちゃうかな。18時とかに作ろうかな。ちょ持ってこよう、それすぐあるから、すぐある、すぐ持ってこれる。2個買ったんですよ。どっちが V 入れ、あ V 入れ、サッカーのゲーム、それってプレステなの、知らなかった。携帯のゲームか、本当だな。そう、なんか水だけでできるやつを買ってきた。なんかさ、最近のやつってさ、電子レンジでさ作るやつも多いからさ、ちょっと電子レンジ使えないから、どっちか1個作ろうと思って。明日はどっちがいいと思う、また明日決めようかな。あんま時間ない、もうちょっとできるじゃん。なんかホイップケーキ屋さんホイップケーキ屋さんってやつかな、あのドーナツ明日決めよう。あでもこっちにしようかな、明日こっちにしよう。決めちゃった、ごめん。明日30分、うん30分の配信でやりたいね。15分では無理だから、あやばい、もうちょっと消えちゃう。じゃあ明日は朝の7時からです。また明日、おやすみなさい。ありがとうございました。バイバーイ、ありがとう、おやすみ、また明日、おやすみなさい、また明日。切れない、おやすみ、切れないな。おやすみなさい。またね。多分そろそろ切れるはず。